会長の直です。夏休みもですね、もう間もなく、今日が、8月の16日、日曜日、今日までの学校もあるみたいですね。うちの学校は明日までなんですけれども、うちの息子の学校ね、明日までなんですけれども、まあ間もなく夏休みも終わります。今回はね、やっぱり春にね、コロナ休みっていうのかな、あれがもう3ヶ月ほどありましたからね。だからちょっと短めの夏休みだったんですね。でもね、やっぱ短いから、まあ毎年のような大きな宿題がなかった、自由研究、自由研究がなかった。あとなんか工作だったりね、なんかこまごましたもの結構いろいろあるじゃないですか、夏休みって長いから。で今回短かったためにほとんど宿題がなかった。まああるんですけど、昔で言うおさらい帳ってやつ、ああいうのはあるんですけどね、まあいつもよりは少なめでちょっと助かったかなって思ってます。でもね、少ないとはいえみんな追い込みなんですよ今。まあ、いろんな数人のお母さんと話しましたけども、もう必死になってね、友達のうちに駆け込んで教えてもらってる人とか、あともう明日は一日もう泣きの一日ですって言って、最後の日にね頑張って終わそうっていうお母さん、あとね、もう間もなくだっていうのに、もう親子で喧嘩しながら宿題やってるよっていうお家の情報もありましたね。てかまああるあるですけどね、昔からそういうのって。でもね、そういうの聞いてるとね、私の意見ですよ、これもあくまでも私の意見ですけど、宿題っていらなくないですかって正直ずっと思ってます。自分もね、子供の頃に夏休みの宿題とか、あと自由研究とか作文とかさ、いろいろやらされたけど、やりたくないもんね。やりたくない。でね、その宿題をね、私なんか、もう移しちゃったらいいんじゃないぐらいに思うんだけども、そんな話をね、ちょっと子供たちとしてたらね、ある子がね、言ったんですよ。そんなことしたら学力が落ちてしまうんですって。ああ、すごいなーって。すごくない？学力が落ちちゃうって思う小学生もやっぱりね、ちゃんといるんだなって思いました。でもね、わかんないけどね、まあ夏休みの宿題をしたからって言って学力がつくってそうなのかな。夏休みの宿題とか、例えば自由研究とか、なんか大人になって役に立ったかっていうと特にないかな。なんかこう友達と懐かし話をするときに、こんなことやったことあるよねって喋ってるぐらいで、自分の夏休みの研究が大人になって何かすごく役に立ったところってないよね。あった人がいたら教えてください。あとね、夏休みの宿題も一生懸命やったからって言って、それがすごく役に立って、夏休みの宿題はなきゃいけないと思うっていう大人の人もいたら教えてください。でね、今回の夏休み、短いけど宿題がある。まあ嫌だけど子供たちはしなくちゃいけない。でね、こんな風な声もあったんですよ。なんで夏休みって休みなのに勉強しなくちゃいけないのって。ああ、なるほど、いい質問だよなってちょっと思いながらね、子供たちと喋ってたんだけども。でも本当そうだよね。夏休み、休みなんだよ。学校って勉強するとこって言われてるでしょ。その勉強するところが休みなんだもん。休みだよね。でもなぜか休ませないんですよ。仕事とか休みの時っていうのは、まあ、家族と一緒にどっか出かけたりとかね、お友達と遊んだりとか、そういったのが旅行に行ったりとか、そういうのが休みだと思うんですけども、なんで学校の休みには勉強がそのままくっついてくるんだろう。
なんかね、それはすごく考えさせられました。まあね、学力が落ちないようにとかね、学校のね、そのお勉強に、お勉強から離れないようにというのかな、わかんないけど、ね、家に勉強を持ち帰ってくるってね、正直喧嘩になるんですよ。わかるでしょ。お母さんと子供、お父さんと子供とか夫婦とかも、この宿題が原因でバトルになることがめっちゃ多い。多分ね、共感してくれる人がすごくいると思います。実際さっきお話しした私の知り合いだって、もう子供と喧嘩しながら最終的に宿題をやらせてるってね。多分こういうのを出してる先生たちとかも、ああわかるって思ってる人が多いと思うんですよ。でね、宿題って私は正直いらないと思うな。あの、学校で勉強してくればいいでしょう。で、勉強したくない子はしないでしょう。したい子はするでしょう。宿題もしたい子はするし、したくない子はしない、したくないんですよ。でもしたくないっていう、やらなくていいっていう選択はないんですよね。選択ができない、みんながやらなければならないっていう状況に昔からもう決まっている。もうここら辺もね、せっかくこのコロナでね、今なんだろう、教育の改革とかも進められてるわけだし、できれば宿題を選択制にしてもらえませんかって思ってます。だってね、夏休みの宿題なんか多分みんなそうだと思う、ほとんど親がやるじゃん。親が一緒になってやらないとやらないでしょ。やるわけないもん、だって面白くないんだもん、勉強なんか。みんなゲームしてたりテレビ見たり友達と遊んでた方が楽しいんだもん。子供は正直だから、やっぱり正直に思った風に行きたいし、思ったことをやりたいわけ。そこを親が、親とかね、大人がコントロールして、なんか将来のためにとか言ってさ、勉強しないと将来役に立たないからって、いやいや、学校で教えてもらった勉強なんてほとんど役に立てないから、足すかける割る引くとか漢字とか書ければそれで十分じゃないかなって思う。なんかね、なんだっけ、 XY みたいな計算がもうすでに出てるんだけれども、使わないし、なんかそういう専門職に行くんだったらいいけども、使わない、使わないで、やっぱりね、それぞれ子供たち、自分が勉強したいタイミングってあると思うんですよ。子供の頃に勉強に目覚めたというか、あ、面白いと思ったことはするだからするんだよね。面白いと思ったからするんだよね。でもそれを面白くないの、面白いことに気づいてないのに一生懸命教えたとしても、もう逆に嫌でしょうがない、嫌になっちゃうと私の経験上すごく思います。つか私の経験上だけじゃないよね、結構こんな風に思ってる大人の人たちいると思います。みんなが一緒じゃないといけないとか、みんなが揃ってないといけないとか、あの子がやったから僕もやるとか、なんだろうね、協調性がどうこうとかさ、もうそんな時代じゃないですよ。今は個々を認める、それぞれの個性を認めるっていう時代に入ってきてるので、やっぱりなんとか自分の得意不得意ってあるけども、わざわざ嫌なことをやるっていう教育はもう古いと思います。だってそんなことされて嬉しくなかったもんね。大人が嫌いになっちゃうよ。子供の頃もう本当に大人が嫌だって思ったことってなかったべかね。私はかなりありました。だからね、私は子供の頃の気持ちっていうのを大人は忘れちゃいけないよってすごく思ってます。子供たちにもね、この間ご飯食べながら、まあ、3,4 人ぐらいいたのかな、あの時にね、あなたたちの今その思うね、気持ち、子供の頃の気持ちっていうのを忘れちゃいけないよってお話をしてたんだけどね、子供たちがはぁー言って聞いてましたね。まあ、夏休みの宿題、
まあね、やらなきゃいけないと思ってる人がほとんどだと思うから、みんな追い込みをかけて頑張ってください。やりたくないんだけどね、本当はやりたくないことをやらなきゃいけない世の中を、まあ、ちゃっちゃとね変わってほしいなって、願っております。それでは、今回は夏休みの最後の、追い込みの宿題、手こずってる、お母さんたちを応援するチャンネルになったかな、ちょっとわかんないけど、ママフレチャンネル今日はここまでです。それではまたお会いしましょう。じゃあねー。